ちゃん。どうしたんだい？ご飯かい？ご飯が欲しいのかい？おしあげよう。はい。はい。前回続きでございます。なんだっけ？いや、タクトが3階から飛び降りる動画。おっとっとっと。バイバイ。オリエンタル通信卒業。スカイハイだね。この、お行きなさいってやつ。北川景子じゃなくて誰だっけ？話進めていいでしょう。了解。ウームですね。みんなご存知、ウームでございます。ウームといえば、はじめ社長とかがいる入ってるところ、それにどうするんですか。入る、いや、やめる、ノリ軽すぎでしょ。入るノリ軽すぎでしょ。入るでしょ、入るでしょ。好きなことで生きていこうぜということで、ということで応募しよう。マジで応募するみたいですね。今なんか、なんか必要事項を書いてます。うん、まあ記入完了。まあ応募の流れね。まあ応募する、応募した、した。合否の連絡は10営業日程度だから、まあ10日後ぐらいメールで来ます。うん、以上でございます。で、オーディションがあるよ。チンチ触ってみて。あーって、おいおい、オーディションとかないよ。服を確認していただいて、そこからこのメガネキモいみたいな、参加という形になりますね。なるほど。自信のほどは。いや、あります。登録者数18人だよ。でも一人、登録者数1人のやつとか受かってたよ。え、マジっすか。動画見たけど、変な、なんか片言の中国人。いや、変なとか絶対言うなよやめろよ、変なとか。本当にウームに入るからには、まあ、タイアップ動画撮れるじゃないですか、多分。はいはいはい。どの YouTuber とタイアップしてみたいですか。もうだって今ここで言っとけば、もしかしたら見てくれた時に、はい、おーってなるわけじゃないですか、多分。はい。おまる三太郎かな。誰だよ、誰だよ、その一人のやつ。タクト氏は、俺はサイヤマンとか。誰それ、やばいっすかね、本当に。あれ、サイヤマンウームかな、わかんないけど、俺多分変なこと言っちゃったらあれかな。やばいかもしれないけど、筋肉めっちゃマッチョな人なんですよ。あー、見たことあるわ。じゃあまあとりあえずね、まあ、結果待ちよね。10日後にまず報告します。ね、皆さんは好きなことで生きていけ、いい感じ。もう一度、皆さんは好きなことで生きていますか。今何をしてますか。お菓子食べてますか。ごめんよ、くごめんね。じゃあね。